ふわ。パジャマかわいい。出た不正理。嘘。何？はあ。ウイタン来るって今から。そうでしょ。やめてください。やめてください。行ってきていいよ。うちは嫌だ。ちょこっとぐらいいんじゃない？成長まで話せば。本当に来るのかな。迷惑。ピーピーあげたの？エイトさんに。うん。あげてないよ。もうペイペイあげてないよ。昔1000円だけ送ってあげたこと、あの試しでね。その話なんだ。あ、山さんすいません。ええ、枠切ってきちゃったんですか。すいません。ミータソって誰だよ。ミータソって。え、ミータソってこと。ミータソ、ありがとうございます。アンさんありがとう。あんちゃん、あんちゃん、あるむずきぶりがさ、あったのせいし、あんちゃん、うん、あげてないよ、あげてないよ、ガチガチ。俺、あげてもいいと思う。まあ、LINE は来てるんだけど、お金困ってるみたいな。5000万渡した？家帰っちゃう。何、家帰っちゃう。もう30分前ぐらいにトイレ貸してって言われたから、トイレ貸してあげるって言っただけなのに、なんか言ったんだ。トイレ貸して、でもトイレ丸半に入ったからね。で、リスナーが荒れたから、やっぱり意地に絡まないって言ってたんだけど、そっから見てないんだけど。せっかくのもの買ってきたら10分ぐらい絡んでもいい。うん、せっかくだしね。うわぁ、やめてよ、そっち映さないでよ、そっち。あ、そうだよ。おいでよ、ほら。久しぶりじゃん、一旦。びっくりした、ちょっと待って。大丈夫？美顔加工めっちゃついてる。いや、ちょ、フィルターかかってる。ちゃんとかかくんないと。俺の商売道具が。顔で売ってんだから、いけかけで。地獄じゃねえかよ、この顔。もう寝る寸前だったんだから。すぐ変えちゃいますけど、大丈夫ですか？ごめんなさい、すいません。寒い、暖房。始めまして。始めまして。え、気まずい。どうしよう。これでもなんか私バッグ切ろうかな、じゃあ。いや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 。どうぞどうぞ。え、ズーズーしやんな。ズーしくない。じゃあごめんなさい、なんか。ね、せいちゃん大丈夫なの？いや、ちょっとあんまり話したくないな。相互ブロックしてるからわかんない。あ、映って大丈夫ですか？あ、ずウィタンさん。ピタチキ。あ、ナビ、ありがとう。こんな喋るあれも何もなくて、とりあえずこれ、ごめんなさい、下でうるさくしちゃって。あれでしょ、うちの好きな歯医者で来たんでしょ。そう、ありがとうございます。いつ帰るの？いつ気分で帰ります。で、今日泊まってく？いいえ、大丈夫だよ。やば、やば、俺やばって怒っちゃうから。え、赤飯の声聞こえて、聞こえてない。あ、聞こえてなかった。でもね、ウィタンのあれ真似した、あの後ろ壁で嫌ですか。なんで俺見せんだよ、俺やだよ、恥ずかしい。しかも口角もついてないから顔ドワッて。嫌なの、うん、ウィタンさ。あ、じゃあのエミタロちゃんとかの、なんか変な、やめてね。
と待ってね。ウイタンさ、すごいお金儲けるのうまいじゃん。うーん、教えてあげてよ、うちの絵見たら金稼ぐのに下手なんだよ。いや、十分あれしてるでしょ。いや、たまたま今が多分ふわっちね、調子いいからだけど、これからさ、ゆくゆくさ、うん、ウイタン、こんなところリストカットしてんの？いや、違う、これ、あの、なんか違うから、やめて、うん、違うから、ね、どうやったらウイタンみたいにこうお金持ちセレブになれるの？うん、なりたい。ほらね、セレブでしょ。すごい、セレブでしょ。着てるもん、うちなんて貧乏だから GU のパジャマなんだからね、うち。GU のパジャマ着る、全然着る。どうやったらお金持ちになれる？ちょっと待ってね、あのみんな悪口やめてね、ブロックしていくよ。あ、大丈夫ですよ、うん、逆にすいません。いや、話しちゃう。どうやったらうちの絵見たら稼げるのか教えてあげてよ。やっぱ男、いい男を捕まえるのが一番早い？いや、閲覧もあるし、あんまりルイジさんの枠もユミタロちゃんの枠も見てないからあれだけど、閲覧があるから稼げるでしょう。違うよ、それ以外で。ウイタンってだって配信だけで食ってないでしょ。だって配信だけですよ。それで稼げるの？え、そんな儲けてんの？いや、ルイジさんだってめっちゃ儲けてる。儲けてないよ、全然。介護士なしか、もう気になっちゃってパンツとか持ってる気になっちゃってなんか気まずい。ちょっと帰っていいですか？だってわざわざさ、うん、ね、大阪からさ。あー、おー、すごい、踊らなきゃ。せっきゃん、タックの方が趣味特技、あ、それエレイロさん、ゴーさんです。あのさ、サイモンから来るから隣の家のサイモンから大声出すとやられる。ごめんなさい、ゴーさんです。なんか飲みますか？あ、わー、来た。赤飯炊くのは趣味特技、あ、それイエーイ、星野さん、ごっさんです。ありがとうございます、イエーイ。死にたい死にたい死にたい、帰っていいですか？もう延長切れるから。いやいや、いや、してきなよ、帰るまでやりなよ。いやいや、せっかくなんだし、うん、いや、もうあの、ちょっとこういうの苦手なんで。だってさ、あれだよ、大阪からさ、わざわざさ、新宿のいい歯医者さん取るためにわざわざ新幹線使ってさ、やばくない？金の使い方。すごい。え、でも月1回とか2ヶ月に1回でもわざわざ2万とかの新幹線で来るわけでしょ、うん、やばくない？そんなことできる？できない。教えてあげてよ。いや、だって、どうやって稼げる？お酒とかにお金使ってるでしょ。俺はお酒飲まないけどね、タバコもさないし , 笑われちゃった売名じゃないから。どうしやったら稼げんの？本当、いい男引っ掛けてんの？いや、そんなことない。引っ掛けてない。女性のリスナーさんの方が多いかもしれない。ああ、なるほど。私、うん、どうやったら稼げんのよ、一旦教えてあげてよ。もういいよ、それは、うん、それ以外だって一旦に聞くことないもんちょっとあの、帰って早くない？いいの、うん、地獄なんで。何が地獄なの？いいよ。セッキャンタックの方が趣味と釘、あ、それエムちゃん、ゴーさんです。おすすさん、ありがとう。変わったね、なんかこんなことやる子じゃなかったのに。あの、俺の知ってる時は配信の師匠が近くにいたから、多分その血が流れて、せいちゃんのね、せいちゃんのね、血が流れてしまってる。うどうしてもチンパピオンだったね、あの頃は大声出すなって変わっちゃったね。変わっちゃったね。配信って怖いね。怖いね、うん、すいません、あのみんなあと6分で終わるんで、ちょっとあの恵美太郎ちゃんの、なんでなんで、いや、ちょっともう帰りたい。大阪に帰るんですか？あ、今日は多分泊まって、泊まるでしょ、泊まって、うん、何すんの？でもホテル帰るだけ。じゃあ配信やってないとつまんないでしょ。いやいやいや、汗が吹き出てきてるから。なんでぶちこくすぞ。なんで俺何したの？怪物くん、怪物くん待って。何もしてないじゃん。あまちゃん、くまくま、ありがとう。まあ、すごいでしょ、こういうのだよ、芸能人って感じやめて、二人の悪口やめて、うん、やめてください。俺のはブロックしないんだよね、エミタロのはブロックするの優しい、垂れ流しなんだね。ウイタン、あー、ネコネコ、ありがとう、タちゃん、うん、ババア、早くえ、ババア、なんだこれ、ありがとうございます。赤飯炊くのが趣味なんだ、あ、趣味なんだ、かわいいかわいい。ちょっと語尾おかしいんですよ、いつも、うん、
あれってあちょっとあのもうあのあありがとうございます30くらいです。ああ浮いたんからあー浮いたさんありがとうございます。タックの方が趣味なんだありがとうございます。お邪魔してます。ありがとうございます。いいリスナーさんだ。室木さん怒るぞそれなんでいや室木さんのあそうなの。そうわーありがとうございます。わー ありがとうございます。ナイスありがとうございます。ごめんなさい緊張しちゃって汗が俺より全然風邪ちゃう。ルイージ帰るよってんの帰ってもらっていいですか。俺が帰る、うん、もう帰れよって言って。いやでもエミタロあんまり女の人好きじゃないから。あごめんなさい本当に。ウィッターさんはなんかすいません本当に素敵な人なんで3話ってなんだ。ウィッターさんみたいな、うん、いやあの下で迷惑かけちゃったから謝りに来ました。ありがとうございます、うん、お二人ともおめでとうだよってありがとうございます。くまくまなんかあれだね不思議な光景だね。あありがとうございます。女の人と一切絡まないエミタロが気遣って申し訳ないごめんなさい本当に、ありがとうございます。ルイジいらんな、はい、いらんか、うん、ルイジなんか買ってくるご飯かな大丈夫ですっていう感じであのもう本当に3分で終わっちゃう。あ、赤飯炊くのが趣味なんだイエーイありがとうございます。かわいいありがとうございます。俺邪魔なの。アビタン一人で、あ、もう帰ります、ごめんなさい、帰ります、下でね、もう最後の挨拶してくる。あー、初コメ。あー、せーちゃん、ロケ花子さんです。せーちゃん違うせーちゃん違うせーちゃん、すいません、ありがとうございます。どっち枠やりながら帰る前にもったいなくない、うん、いや、もう延長しないよ。いや、大丈夫、みんなだってみんなエミタロちゃんとで、あれでしょ、あの影でさ、ウイタン得意じゃん。エミタロあんま可愛くなかったよ。言わんから言っていいですか。可愛いし貧乏くせえパジャマ着てたよって言っていい。ディスりながら帰るのがウイタンの得意なやつでしょ。いやなんからそこはディスってもらって、うん、で気持ちよくね、で、こっちでハトで聞くから。そっちの方が盛り上がるんで、お互いがちょっとうん、いいよそれね、延長しないよ、延長して帰りに。あ、マサさんありがとうございます。いやもう延長だけして、延長だけしてよ。レジフォローナイスって。いやいやいや、ちょっとその感想だけ言ってってよ、ハトで飛ばしてよ。すぐそれが面白いから俺ら、そんなこと言ってたのあいつみたいな。あ、見た、ありがとうございます。ありがとう。逆にそれが楽しみだから。で、こっちのリスナーもそっち行くからね。どんな悪口言うんだろうみたいな。で、電池もなくなるから、ちょっとだけ下までね行くんで、これだけ。ありがとうございます、はい、充電少ししていく。あ、大丈夫、うん、切れた方がありがたい。なんでだよすごい、最後映して大丈夫。いいよルイさん、あのルイさんのほんまの顔これなんでね。ほんまってなんだよ、うん、みんなあの騙されないでくださいね。眉毛描いてるの、もう寝る準備してたの、うん、こんな顔してるんでね。あー、ルイさん、ありがとうございます。肉球さくまくま、ありがとうございます。肉球さん、ありがとう。マドンチキ、あ、すいません、ごめんなさい。大丈夫、本当はい、ほんまなるほど、画面に来てもらっちゃって。何が流れてるのか、なんか入ってる、入ってる。すいません、ごめんなさい、ありがとうございます。いや、あの食いかけのビビンバーミー。あー、大丈夫です。はい、すいません。お邪魔しました、エミタロちゃん。はい、おやすみなさい。夜、辛ラーメン食べる。あー、大丈夫、すいません。ちょっと一瞬もけてもらっていいですか。ごめんなさい。はい、これ。緊張したわ。うん、美しかったな。あんな美人な人よう見らん。あ、おやすみなさい。ありがとうございます。いただきます。ちゃんと悪口言って帰れよ。ちゃんとしっかり。すごいなんか礼儀正しい人だ。いい匂いはしなかった。なんかね、ウイタンね、京都って感じなんだよね、わかる？あーね、なんか、悪気はないんだけど、嫌味入ってる喋り方っていうか。いや、それはないわ。馬が合わねえんだよ。よくせいちゃんね、入れたよね。え？せいちゃんと付き合ってたの知ってる？あー、聞いたね。すごいね、せいじさん、やっぱモテるんだね。いや、浮いたんだけじゃない？なんかその脇汗がすごい。体
可愛い、可愛かった。だからね、すごい長かったよね、付き合ってたのね。ガチで付き合ってたの。あんな可愛い人逃がしちゃダメだってみんなに言われて、うん、美人すぎて汗かいたわ。あ、ハーフなんだ。ウイタンってハーフなの？嘘。いや付き合ってないよ、ウイタンと。そうそう、テルチャンピンとも付き合ってたんだよ。あのそうそうそう、チャンピンさん。だから大手食いなんだよね、あの子も。ハーフじゃない、あ、ニューハーフってこと。ハーフじゃないのに、あんなハーフっぽいんだ。でも優しい、いっぱいなんかお土産くれたよ。これ入ってるやん、なんか。ほう、また増えた。いや、こういうところがウイタンの素敵なところだね。コンドームと鹿のあれ、セレブだね。優しいわ。でも俺絶対ウイタンに相手を投げないと決めてる。優しいわ。普通だったらね、花火とかファンとか返してあげなくちゃいけないんだけど、俺ら貧乏だから、うん、ちょっとごめんなさいけど、うん、ちゃんとなんて悪口言ってるか。明日で踊ってるね、声聞こえる。せいちゃんと同じところにいるわ、やっぱり夫婦だわ。せいちゃんと同じところに座って配信してるわ、夫婦だわ。俺たちとは格が違うよ。やっちゃの話はいいよ、こっちも困ってるよ。いや俺はね、なんだろう、半分かな、半々かな。試すなら。何試すって。エミ太郎にお金渡してると、あ、ありがとうございます。優しすぎですよ、バクナギさん。本当、毎日のように。こんばんは、うん、試すって何。いや、5000渡してない。あ、1万渡したんか、あの白壁で。だから、あの全部お金持ってると多分今多分50万ぐらい持ってるからね、あの、まあ、25万ぐらい俺がもらって。いや、あのウイタンとなんかね合わないんだよ。あのせいちゃん奪い合って喧嘩したこともあんの。ウイタンとせいちゃんが別れて、せいちゃんがうちに来たんだよ、うん、でね、あのウイタンといる時よりせいちゃんが俺と一緒にいる時の方が楽しそうとか生き生きしてるとか、うん、だってそうじゃん。ウイタンにはさ、気使って配信してるけど、女の子一応ね。で、閲覧300ぐらいになっちゃったんだよ、うん、だけど俺ん家に来ると、俺とせいちゃん2人でやってるとやっぱ閲覧2000人ぐらいずっといて。なるほどね。そう、で、そういう感じになっちゃった。ウイタンが、そう、あのそういうのあるよね。そうそう、ムカつくみたいな、うん、で、俺もね、それに乗っかって、あの女やめとけよ、もっといい女俺と一緒に捕まえようぜとかってことで煽っちゃうから。すんげえバチバチになっちゃった時期があって、うん、可愛いって嬉しい。いや、もう美人すぎてやばい。そうでしょ、星野さん、ありがとうございます。赤飯食べるの大好きだ、イエイ。趣味特技。ありがとうございます、星野さん。ありがとうございます。臭いってなんだよ、やばくね。臭くこれ買ってきたばっかりの GU の今日パジャマだからじゃね。そんなおじさん臭しないよ。あ、やっぱいいわ。わざと言ってんね。あいつやばい。本当に臭いわけ。本当にショックなんだけど。俺お風呂入ってくる。臭くないよ。ってない。でも結構近づいてたよね、あの靴場で。うん、靴場？行ってないか。口臭いよ。ちょっと一回口の匂い嗅いで。ちょっと臭い。なんかこもってる匂いがする。嘘でしょ。嘘でしょ。タルタル。タルタル。うん、で、いや、ウイタンだから言うんだよ。ちょっと待って、試すって何の、うん、あー、ごめん。なんだよ、こもってるって。何がこう、何がこもってるんだよ。熱がこもってる。蒸されて、蒸し暑いっていうこと、うん、熱帯気候ってこと。あーね、ありがとう。なんて、ルイジは人前で持ってエミ太郎を褒めろって。
あ、でも褒めてくれたよね、なんか。いや、俺は本当にそう、マルコさんとセイジさんがいる時も褒めてくれるし。いや、俺は本当にそう、あの、テンストさんの時も、二人でいる時だったらイチャイチャ好き好きって言うけど、みんなの前では絶対褒めたくないね。明後日です、バスケ。明後日これ絶対褒めないよね、みんな配信ではね。ちょっとなんならけなすぐらいの方が俺面白いもん。いや、会長と会ってるところ俺が撮っちゃったら本当に俺殺されるよ、会長に。いや、配信でキモくない？だってさ、ね、配信でさ、みんなのうちの絵見たら超可愛くてあのね、ほんと俺この口元が好きなんです何回も言うよね、口元。なんかみんなが言うのはね、目が綺麗とかね、目が可愛いって、それは当たり前だから言いたくないの俺は。目つり目って、口がすごい可愛いの、顎が超可愛い俺の好きな子、こういうね、なんか噛み合わせが悪い、上の方が羨ましい。リスどうやん。いや、可愛いの、その口が好きなの、わかる、みんな。なんか下唇がない方が可愛くない？可愛いよね、なんか、なんて言うんだろう、アヒル口じゃないけど。うちは嫌いだけど、ね、うん、自分の顔。うん、あとね、横向いた時にね、ほっぺがすごい尖るのがすごい、うん、横向いた時に皆さん分かる、ここほら、ここ見て、ここほっぺがね、これお腹移植してるから、キュッキュッて、ほらここもキュッキュッて、ほっぺがねすごい飛び出るの可愛いんです、でっぱ、すごい。俺にないところを多分好きになるんだろうね、なんか。うちも鼻好きやもん、うん、この頬骨が俺別にそんな出てないから。あとね、顎が、下唇ね、ここが小顔なのがすごい好き。ビーバー出っ歯ではないとは思うんだけどね。でもやっぱりその小動物っぽいあれだよね、リスとかそういうみたいな、下顎がないよね。で、本当俺多分全部エミタロにね、ないものねだってんだよ。イライラしてない、全く。手足が長いのもそうだし、俺目の保養になったわ。俺おっぱいがないから、やっぱおっぱいが大きいのも羨ましいしなんだよ面白かったよ、うん、あー、こんばんは、パジャマが可愛すぎて、ありがとうございます。ありがとうございます。俺もね、朝もやってくれて、ありがとうございます。本当あれじゃないですか、爆乃さん、俺で始まり、エミ太郎で寝るみたいな。ありがとうございます。ありがたいよね、こんな僕らつまらない僕らに時間を割いていただいて、アイテムまでいただいて、感謝しかないです。この、いや、デイジーさん面白いけど、うちはつまらんやん。な、最近さ、やばい女だけで、ね。だってさ、あれだよ、お昼の2時間ぐらいじゃん。お昼の2時間ぐらい一緒に今日海鮮丼食っただけで、美味しかった。そう、イベントがね、1位、2位になってたの。で、ちょっと俺らが寝て起きてもまださ、4位でさ、これワンチャンイベント取れるんじゃないってさ、もう4位に上がって、そう、毎日のようにゼニゲバになっちゃうの、本当申し訳ないんですけど、イベント勝てそうなんだもん、本当ごめんなさい。だからここまでね、頑張らせないためには、エミタロにもうあんまりお昼アイテム投げないであげてほしい。これ GU で買いました、ニット。ギフリアなんですかって。ギフリアって何？絶対ダサって言われる。そう、毎日ね、そう、なんかどうしてもイベント買っちゃうとね。いや、なんか別にパジャマ欲しいわけじゃなくてね、突発的に、あ、これ可愛いって感じた。ありがとうございます。ミータン、ミータン、ラマザキブリエ、ソトバンク、ミータンがいねって言ってきた、チョーチのミータン、可愛い。着てみれば、ニット、さっき着てたもん、で、これに着替えた。本当になんかギャルって感じ。ギャル。しかもそれに合わせて髪の毛ピンクだから、ピンクのニット、ピンクのニットだったらピンクのピアスみたいな、もう全部ピンクになっちゃうんだよ。蛍光ピンクなんて俺んちの家に。マサトさんにこんなげないで、ありがとうございます。マサトさん、ありがとうございます。ギフトリアクションなんで同じなんですか。あーね、それをギフトリアクションっていうのね。しかもギフトリアクションって言葉も初めて聞いたのに、それを略してギフリとかギフリアとかさっていうの。いや、言っててさ、なんか、あ、こいつあれだなみたいな、なんかカッコつけだなみたいな、なんか英語で何でも言っちゃうみたいな。あーね、うん、なんだっけ、
日本酒大丈夫だった。パジャマね、あの GU です、GU。で、逃げ場になっちゃったね、ちょっと。だってイベントに勝てそうなんだもん。カップルです。そうなんですよ。ちょっと試すっていうか、ね。どういうことなの？配信外で話したんですよ。2人で。ね、7時に起きて、ね、丸亀製麺食って、すごい丸亀製麺で寝起きのまんま、ちょっとたらふく2人とも。うちこれで行ったからね。そう、食ったから、もう歩きたくねえよって帰ってきながら、ね、ルイジさんはいつ私のことをちゃんと好きになってくれたの？え、ちょっとよくわかんねえな。エミリーはいつ俺のことをちゃんと好きになったの？セックスしてから、私セックスすると好きになっちゃうのって言ってセックスしたらすぐじゃあ好きになっちゃって、でもさ、みんなここちゃんと見ててくれた人います？その一番最初俺ん家から来てくれた時から配信見ててくれた人います？最初の方さ、エッチしたとしてもさ、やっちょさんのこと好きな時期あったよね、絶対ね。もうエッチした瞬間速攻で俺の方が好きになったってね、その時は言ってたんだけど、絶対やっちょさんの方が好きだよね。いまだにやっちょさんのこと好きなんじゃないかなって思う時あるもんね。いや、確かに情はあるよ、うん、なんか新やっちょと長いこと一緒にいたから、長いことっていうかね、こういたから配信外の新やっちょを知ってるのね、うん、で配信外の新やっちょって静かだし、なんかお子ちゃまみたいなんだよ。あれ取ってこれしてみたいな、うん、これだからさあのねみたいな感じ、子供みたいなんだよ。だから俺とは真逆でしょ、うん、下手したら。だからなんかこうしたらいいのとか選択しようかみたいな感じで、こうお世話してるところもあったから、うん、うちなんかがね。だからなんか本当に困ってるって連絡来たのね、今日 LINE で。いい食事を与えるからとか、なんか意味わかんない LINE 来たんだけど、本当に困ってるなら、うん、っていう情はあるの。情は、あの恋心は全くないよ、当たり前だけど。こんばんは、えみたろちゃんまで、あ、ありがとう、ありがとう、絵文字つけてくれてありがとうございます。匿名さん、匿名さん、ラバの関リゲーソフトバンク、匿名さんがありがとうございます。長寿の匿名さん、ありがとうございます。そうそう、みんなに送ってるらしいけどね。あ、グラマラススカイはもうずっと好きな歌だから、ナナファンだから、うちは。そう、毎回かけてると思っちゃうよね、なんか、あ、やっちょさんのことまだ忘れられないのかなみたいな。大好きだから、母性本能っていうか、なんかね、うん、気づくの遅すぎた。もう本当に、あの、デイジさんとして、あの、本当に心こっちに行っちゃったのは本当だから。セックスして誰かからないけど、あ、違った。セックスできれば誰でもいいんだな、お前は。うん、5000円のペイペイとか送ったことないよ。1000円しか送ったことない。あと、こんまい白壁で渡した1万円。お金目当て。なんかそれもさ、なんか素直でやっちょさんらしいっちゃ思うけどね。ピュアだなって。なんか思ってること正直に言っちゃうもんね、すぐツイッターでもさ、なんでも。うん、でもなんか新やっちょのツイッターさっき見えたんだけど、見てたら、うん、なんかパンの耳でしのぐって書いてあったけど、新やっちょの家いっぱい食品あるカップラーメン。いや、やっちょさんそういうところ、ここにもそうだけど、あの、そういうとこあるよねあ、私に起きたの、へへ、誰だよ、私って。いや、だからね、あの、多分仲良くね、友達として戻れるとしたらね、やっぱ困ってる時に助けてあげるのもしょうがないのかなと思って。でもエミ太郎一緒にいたらさ、全部あげちゃいそうだから、それなら半分ね、俺は使わないですぐ返すよ、なんかあった時のために。半分俺に置いてって、それ以外を持って
やっちょさんのところに戻っても、それは本当に行きたいんだったらしょうがないのかなと思って。いやいや別に会う必要はないやん、困っとるけんって言って、うん、会ったとこでなんか。でもお金渡すんだったらね、ね、うん、会う必要がまずなくなくね。でもあげたいと思うんだかね。いやいやあげたいっていうか、うん、困ってるんだと思うけどね。いやいや半分俺が預かるだけ、全部渡したら全部あげちゃうから。ああ、会う時は一緒に、確かに俺は前みたいに俺はいい。うん、それも思う。リスナーさんはね、そうそう、ほっとくのが一番とは思ってる。なんで俺信用なんだよ。なんかそのね、あのやっちょさんの YouTube ね、えみたいにはそんな得はないんだろうけど、一緒にいた方が沸かせられる気もするしね、やっちょさんがね。うん、みんなに送ってんだろう。だってやっちょ配信外でずっとなんかこうずっとこうしてるもんだから、こうしてんです。あの長文ラインね、どこ読んだそれ。大魔王さん、大魔王さん2人して、あーね。同じリアクション取っちゃった。いやでも新やっちょならどうにかなるん。いっぱいだって支援してくれる人いると思うし、リスナーさんファンがいるんだから、うん、やっちょさんのは多分本当未来を見てないんですよね。今今だからね。なんかそのお金もさ、困ってからさ、ああいうこと言い始めたりとかさ、取っとくことを知らないとかさ、今までいっぱい繋げてくれる人いたりさ、何を考えてるの、ルイちゃん。いやだってなんかやっぱりね、そのなんとなくエミ太郎がプライベートで一緒にいるときにやっちょさんのツイッターを気にしてたりとか、あ、またやっちょから LINE 来たっていう、そこをつぶやいてるのを聞くと、なんか俺はね、あ、なんか仲直りしたいのかなとか、なんかそう思っちゃうよね。なんかふとつぶやいてるから、あ、仲直り本当はしたいのかなとか。いや、やきもちだったらさ、そんなのやめろよって言うじゃん。けどそんな、なんかエミ太郎はっきりしてる。だって付き合ってるじゃん、お付き合いしてんだよ。今日だって姉ちゃんと3人で話したり。マジ姉ちゃんとは気まずかった。二度と喋りたくねえは悪いけど、これが2人いるみたいな感じだって、おいおいって始めた初対面で。はい、逃げんなよ、ケンジ。はい、ケンジ隠れてんなよって、ずっと、うん、あのテレビ電話、テレビ電話になったんだよ。 LINE 動画なんていうのあれ、テレビ LINE のビデオ通話。だからずっと俺こうやって、あ、はいはいってこうやってずっとね、なんか見られたくないからずっとこうやって、ああそうなんですねってこうやってエミタの後ろに隠れて喋ったら、顔隠すねや。で最後の最後はケンジって言ってごめんね。言ってたね。年下だから、うん、うちの一個上だから。しかもね、おい隠れんなよって言ってる向こうはあのビデオ通話じゃないから、オフだから。オフだからね。あっちがどんな顔して見てるのかもわかんないし、怒ってんのかどうかも表情もわかんないから。顔似てないんでしょあんまり。顔、そう、まあでも目元は似てるかも。ルイジも心配するよ。それと同じ、うん、それと同じ。これ誰か心配するかな、ケンジっていうからね。っていうかまだ浮いたん下にいんの、なんか声聞こえるよね、女性の声。浮いたん下にね、さ、こんなクソ寒いのにさ、ホテル行かないのかな。ちょっと以上知ってみたらあーね、あーね、浮いたん、そうそう、浮いたん、浮いたん、配信切れてんのに下にいんの。え、違う人じゃないじゃん。あれで終わったんだ。長年連れ添った夫婦みたいな空気感で、ありがとうございます。さん、こなぎなエースです。帰ってた、帰ってた。俺見てこようか一瞬。追いかけるの？いや追いかけるわけじゃない。もういいじゃん別に。こんばんは。あ、見た。ありがとう、ライン。
こんばんは。そう、ウイタンさっき来てたんだよ。で、なんかたまたま、あ、ウイタンだって言ったから、エミタロが言ったから俺も見たんだよ。そう、あのどこだろうと思ったら踊り始めてこうした時に、あ、ここ白壁じゃないと思って、そう、で、それで俺が見た瞬間になんかトイレ貸してほしいんだけど黒川ハイツ行こうかなって言ってたから、トイレぐらい貸すよって送ったの。あつさん、ありがとうございます。そうそう、配信でね、1ヶ月に1回ぐらい来るね。すごい美意識高い。わざわざね、いやね、俺はね、そのね、それを言われるのもちょっと嫌なの。なんか見たらしか20個ナイス、ありがとうございます。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 うーしなくなっちゃったね最近で、トイレはマルハンに借りて、それで話終わったんだよ。2回ぐらいしかコメントしてないよ。うち貸してもいいよトイレって言ってね、あの場所わからんっつったから、あの新宿5丁目11の2黒川ハイツ303だよって1回来たこと、ちゃうちゃう、1回来たことあるから、せい、ね、ちゃんと一緒に、うち言ったんだよ、うん、コメントしないで、うん、で、そしたらね、あのリスナーさんがね、人見知りだもん、くんな、なんかルイジと絡むなよ、ルイジと絡むなよって、エミタロン邪魔すんなよってめっちゃコメントあったから、ね、俺はそれでね、見ないで切ったんだよ。そしたらね、そこから1時間経ってね、いきなり配信つけたら、ウイタン下にいるよとかって言われて、びっくりした。えーっつって、ウイタン行動力あんなあるんだと思ってね、あのノリでさ、しかもさ、俺に何も連絡なしにさ、いきなり来るってすごいよね。うん、配信者だね、うん、しかもカップルがいるのに来るってすごいよね。いや、ちょっとあれだ、ちょっと入ったね今。何が今チクリ入ったね、女チクリ。何、女チクリ。いや、 だってすごくない、うちできん、俺もいけない。か、男の人一人、ゼロワンさんみたいなね、男の人一人やったらノコノコいけるけど、ノコノコい、そっち、こい、そっちのがやだよな。例えばまゆさんって元カノでしょ、ゼロワンさん。俺も二人でいる時に行くのはうちはしきらんけん、逆にすごいなと。俺も女一人でいるのに無理。性格悪くないと思う、あってわかる、あってわかる。ていうか俺人ん家行くのがまず無理だからね。俺人ん家のトイレ使えないんだよ。あね、うん、なんか緊張しちゃって、あんまりトイレに。で、うちのお母さんが言ってたんだけど、なんか顔が綺麗な人って性格も綺麗な人が多いっていうのね、うちのお母さん。で、顔がブスな人はなんか性格ブス。あ、これなんか、わかるわかる。でもその2パターンあるな。お母さんはそう言ってて、うん、なんかそれがなんか、あ、そうだなと。え、見たら性格悪い。でもさ、ブスでも性格すげえいいやついるよな。あーね、そりゃいるんだ。うん、そりゃいるんだ分からんけど、ごめんなさい。なんかあれんで、うん、渡辺直美とか俺すごい性格いいんだろうなと思って好きだもんね。あの人綺麗じゃない、あれか、綺麗な方。うん、いや、美人な人性格がいいっていうか、でも逆もあるんだよね。あのやっぱり美人すぎるとさ、歌舞伎町のさ、女の子なんてさ、みんなキャバ嬢なんてさ、ね、美人すぎると悪い人に利用されちゃうから、自分を守るためにすごい強くなるしね。人それぞれって言ったら人それぞれだよね。そうね、うん、ブサイクな男の人とかさ、ね、ちょっとチンピラとかからしたらさ、リュウヤみたいなやつからしたらさ、ね、リュウヤなんてさ、歌舞伎町の可愛い女の子に片っ端から声をかけるじゃん、うんうん、だけどさ、ありがとうね、リュウヤから見た立場だとさ、うわ、美人って全然俺が声かけても無視振るうしかと性格悪いなと思うけど、そりゃ当たり前だよね。リュウヤが声かけてさ、うん、みんながこうね、気持ちよく話しちゃったらさ、もうキリがないもんね。あ、まあね、そうそうそう、だからブサイクな男の人からしたら、性格美人は悪いよねっていう気持ちもわかるしね。いや、俺は当たり前だと思うから、美人の人がスルーするのってやっぱり大変だなって。逆に美人の人が俺ごときにね、ちゃんと話してくれたらすげえ性格いいなと思うもんね。歌舞伎町のトイレは借りられないか。いや、あの白壁のね、ゲームセンター、うち、そう、マルハンとゲーセン今まだ空いてたから、そう、そっち結局行った、浮いた、うちでトイレ借りてないの。普通なら彼女いるのにルイに LINE したりしないな。
誰の。でもなんかそのウイタンさんっていうのはなんかほらセイジさん親友じゃん、うん、親友の元カノっていうのでだからなんかまた違ってくるよね話。別にセイジは親友じゃないけどね。セイジは俺の親友じゃないけどね。って言ってこられるんでまたうわ今度セイジって呼んでるうわセイちゃんってずっと言ってたのにみたいな。あ弟子弟みたいな呼んでくれた。呼んでくれた。誰。明日歌舞伎町の方行くからルイージたち見かけたら嬉しいの。男か女かどっちかにある見かけたら話しかけてくださいよね。キリストの件なんだろう DM かな。あ DM NG はあとあうわ爆投げ師さんがウイタン来たのいいな、ウイタン紹介してって言ってんだけど俺紹介できないですよ。いやあれはもう高嶺の花だよ。一度も緊張したもん久しぶりに。これディスになっちゃうかもしれないから言わない方がいい。あのエミ太郎がエミリーがウイタンに言った一言。何。あいいよ。何紹介し何で DM も何も来てないし LINE も来てないけど言ってきてごらん。多分いじめられてるんでしょ。え何ウイタンに言った一言。エミ太郎がねウイタンのね印象を一言で言ったんだよ。高嶺の花。うん、ん高嶺の花ってうち褒めてる。高校生の頃はこの子モテてただろうねって。いや違う頃はじゃなくて、うん、なんか似てる人がいたのうち高校生の時に先輩で。あエミ太郎に DM で番号教えていい。ああいいんじゃない。エミ太郎経由ね多分。いや高校生の時めっちゃ可愛かったやろうなと思って。うん、今も綺麗だけど高校生の時も多分こう学校で一番だろうなと。そういうことね。エミ太郎言葉がちょっとあれだからね。俺が勘違いしちゃった。俺が勘ぐりすぎちゃった。いや悪い意味じゃないね。ヘイト向けたな。フォローしたからでも言葉がちょっとね。俺が勘ぐりすぎちゃった。俺が勘ぐりちょっと性格悪いとかあるよね。ねえ。ねえ。逆逆。俺もそう思った。俺も性格悪いな。自分でやろう。違う違う。エミリア。なんで？うん。高校生の頃は。頃はとか言ってない。頃絶対。言ってないね。学園一でモテたやろ、ね。もう付け加えた学園。変なこと言うんだよ。なかった。ごめんね。嘘。冗談。俺がちょっと悪気ないってば、うん、ちょっと持ったかもしんない。ごめんね。ガチで悪気ない。うち嫌いだったら嫌い。どんどん敵を増やしていくからエミリーの。なんか美人すぎてって感じ。いつも思ってた。たまに配信見てめっちゃ綺麗な。やっぱ絶対外にいるんじゃない。女の子また行くの。いや違う違う違う。そこから見ていい。なんでわざわざあそこにいるのかなみたいな。 DM 見てエミリーのね。俺に送ってきなよ。配信中見れないから。トイレ行きたいわ。待って、俺も行きたい。ずっと。いや悪気なく言ってるんだけど、なんかいない？高校でさ、めっちゃ先輩で可愛い人ズバ抜けて、なんかそういうなんかオーラがした。ねえ、わかるでしょ？ズバ抜けてなんかもうめっちゃ美人な人おるやん一人。うちの高校にはいたんだよ、沙織先輩って言って。で雑誌とかにも載ってたんだよ、久留米のなんかいちご姫って言うんだけど、いちご姫のいちご姫ってあるんだけど、久留米の人いる？いちご姫って。エミリもだって雑誌の表紙になったんでしょ。表紙にはなってない。うん、やらない。ごめんね、ごめんね。あ、怒った。あ、危ない危ない危ない。いいよ、行ってらっしゃい。トイレ先に、うん、言わないね。絶対言わないね。みんな聞いてくれやん。もうあれスリッパ履いてきな。トイレはいいの。101号ね。危ない危ない。そうエミ太郎一言足りない。ルイジ一言いたんじゃなかった。言っちゃうんだよ俺、楽しすぎて。あ読んでか。うん、あれ俺に DM してきなよ。エミ太郎の経由しないで。コメントしてあげるから。
配信中には言っちゃダメなのそれ話。あ、ほらこっちに DM 送ってきなよ。ぶーね。浮気してないだろ、だってもうさ、寝る寸前だったからさ。で俺暇だからさ、それ見ときたいんです、ね、クリニック始める。結局いたの？いなかった、あの隣の女の子が出ました。隣の部屋に住んでる子、多分ホストのなんかでしょ。あ、ベランダ。お、なになになに、やばいぞって何よ。有名な配信者なの、マミチって。見たことあるか俺。開けるから言ってよ。あ、配信者の子じゃん。あれ俺前あれなのかな、前なんかイギリスさんに喧嘩売ってた子か。これ GU1490円で、こっちクマでこっち犬だった。同じ柄と思ったら、こっちクマでこっち犬。かわいいよ、ほら犬でこっちクマ、同じサイズ、L サイズ。ガタいいでしょう。いや、これレディースの L だからね、だって、うん、レディースだよ、そりゃ俺パンパンでしょ。ディナネコちゃん来てたの。ディナネコちゃんの好きなのよね、ファッションセンス、かわいい。子供はいないって言ってるじゃん、もうしてるな。洗濯機あるよ。いや、ワンちゃん俺、せいちゃんあれウハウハしてるように見えなかった。ちょっと顔こわばってたね。あれさ、あのさ、これこれさんに取り上げられるってマジで、あのワンちゃん捕まるよ。これこれさんに取り上げられた人ってさ、月300万400万多い時600万とかでしょ。うん、でもこれこれさんの枠なんてさ10万人ぐらい見てるでしょ。そう、これこれさんの発言で捕まった人いるし、あのね、あれだよ、あの新宿で一番売れてた美容室がこれこれさんの発言でもう閉店まで追い込まれたぐらい、もう本当にすごいんだよこれこれさんの。いやだってその話やめた方がいいってみんな話してんじゃん、この話。パルパルさんの枠でも多分明日話しさ、うん、はっ、うん、そのそうそう、登壇のやつ、登壇のやつ、何登壇って。美容室で、新宿で一番売れてる美容室ね、うん、芸能人とかテンチムとか行ってた美容室があって、うん、アスカキララとかも通ってた美容室があって、そこで風俗嬢の女の子ってバッグにさ5万とか10万とかボンボンって突っ込んでってさ、うん、ね、あのお金、そうバラで入れとくから、うん、それを取ってたアシスタントがいて、やば、うん、でそれ毎回もう癖になってたんだよ。あ、癖つくもんね。エミリーみたいにさね、泥酔しながらさ、ほら髪の毛やってお願いしますって言ってこうやってきてね、7、8万ぐらいのさね、カーって塗ながらやろ、カットカラーブリーチエクステ、トリートメントでさ、もうそのことも説明も料金の説明もしないで、うん、ね、新宿のぼったくり美容室だから、うんね、あの、あ、いつものやつねって言ってこうやってやって、わーってやって寝てて、まあなんとなくの色とかは聞いてるけど、うん、はい、これでお会計の7万円ですって言って、うん、ね、じゃあお会計お願いしますってなって、じゃあ、 あのロッカーの鍵開けてきますねって言って、こうロッカーの鍵預かってこうやってやってる時に酔っ払ってるから、ここで 7,8 万抜いて戻ってきて、あれ、なんかお金入ってるんだけど足りない足りない、 あ、お客様そしたらあの下ろしてきてくださいねって言って二重取りみたいな。怖いわ。これが1回じゃなくてね、3、4回ぐらいあったって言ったんだよね、被害者の女の子で。そしたら私の友達もそれやられてたって言って、でそしたらそれが出た話で、その新宿の美容室、あのもう星ゼロなんてあのないんだって、全国の美容室で一番評価が下がっちゃった。え、星ゼロなんてあるの、うん、とかだよね。で潰れたのあるの、まだギリあるけど、全員なんか多分スタッフ総入れ替えだよね。そうだよね、うん、でその件も店長はね、隠そうとしてたんだけど、多分あれ
分かんないけどグルだよね。だってさ、アシスタント一人がやってたとしたらさ、そのアシスタントが悪いって言ってさ潰せば人の一人だけさ消せれるじゃん。けどみんなでこうね、あれ多分店長とか全員で知ってたよね。怖いな美容室も。もう二度と行かない。ここにいるから、うん、専属美容室。いや、そうロッカー事件、そう、それもコリコリさんが取り上げた瞬間もう全員そのアシスタントで働けなくなるくらい、もうインスタとか全部荒れて全部凍結してね、鍵開かにしてみんな逃げたよねあれ。ね、ワンちゃん捕まんなかったんだよね、そのあれが。でも、もう美容室ごと追い込まれたから闇深いよ。だからせいちゃんもワンちゃん危ないよ本当。あ、そう、しきさんが捕まったのもコリコリさんだよ。あ、ゼリー、ゼリー事件。うん、ちよく知らんけどね。うん、うちはずっとコリコリさんの配信ずっと見てた、あの昔は、ね、昔っていうか、だから2年前。いや、捕まってはないのか、しきさん。でもね、それくらいさ大事件になっちゃったわけだからね。あれ、しきさんが別に売ってたわけじゃないじゃん。しきさんが取り扱ってて宣伝してたよって話だから、せいちゃんの場合の脱税なんてさ完璧な罪じゃん。だからアンククロスなの。そう、アンククロスのシャンプー、うち大好きなの。アンククロスなの。え、マホトって捕まったの。マホトさんって捕まったの。え、マホトってあれと結婚したでしょ、 AKB みたいなアイドルとか。あ、リスナーに言ってたから、仲介で言ってたってこと。だからさ、ワンちゃんせいちゃんも危ないってことだよ。マホトさん暴行で捕まったんじゃないか、わかんない。顔だけなんか かっこいい子だよね。なんかあの、あれに似てる子じゃなかったっけ、あのなんだっけ、未成年、平成ジャンプの山田くんに似てるような髪型とか顔の人じゃなかったっけ、誠って。俺取り上げられてないよ、一瞬話に出してもらったらしいけど、全然その頃配信もしてることないし。あ、かっこよくないんだ。すごいね、でもアイドルと結婚してね。簡単なシュガニ、おー、じゃあかっこよくなくない、シュガニみたいな。そうの、ジグソーみたいな顔してないよ。どっちかっていうと俺の方がジグソーで。さあ始めよう、ゲームを始めよう。エミリー、お前は過去に、やばいじゃん、それ言っちゃう、注射器のところ落とされるやつでしょ。エミリー、お前は過去に誰々の裏切り人生を無駄にしたって言って、生きる喜びを取るかって言って、これからその罪を償ってもらう、代償を払ってもらう。めっちゃ喜んでんだけど一人で、カパってはめられてるのに、ここあーって10秒ぐらいで死んじゃうんでしょ。私のパジャマ可愛いって、あ、ありがとうございます。買います、爆投げさんにも買って送ります。ありがとうございます。喜んでる子供みたいに可愛い、おもろい、ありがとう。はしゃいでるよね、幸せで。あれって何、睡眠薬とか安定剤のこと。それダメだから本当、うん、荒れるから。冗談だから、冗談。紙タバコどっちも吸ってる。ああね、青汁王子も捕まった。まあでもその本当にそうだよ、そのでっかくすればでっかくするほど警察も動かなくちゃいけないから、早めにね手打たないとちょっと危ないね。まあどっちでもいいけど、なんかさ、せいちゃんってさ結局さ、あの俺せいちゃんのことすごい大好きだけど、せいちゃんもよくさ人のネタすごい取り上げるわけじゃん。でさ
ね、あの四季さんのゼリーの件だってさ、せいちゃんもさわざわざさ四季さんのところまで行って、すごい福岡まで。そう、せいちゃんもことを荒げるの好きでさ、自分の時は荒げられたらさ、なんかめんどくさいとか逃げるとかさ、それって多分違うね、あのなんて言うんだろう、自分がやってきたことが返ってくるわけだから、なんかせいちゃん事件あったらそれわざと揉め事をさ火種でっかくするじゃん。だからね、これはしょうがないことだと思うけどね。人の顔、人のさ事件に顔突っ込むのってせいちゃんすごい好きじゃん。いや、やめてって言っててもね、みんなせいちゃんだってさ、エミ太郎と俺が喧嘩してたらさ、エミ太郎入荷するとかさ、そういう風にヘイトを向けてせいちゃんも生きてきた人間だから、うん、いやジャーナリストでさすまない。そしたらジャーナリストの人がさね、あのなんか不祥事起こしたらさ、そりゃ取り上げられてしょうがないじゃん。ね、でもここに顔するのやめてくれる。ごめんね、じゃあどうしよう、ここにするかこっちにするか、うん、そうだから、まあ、ワンチャンね、せいちゃんがみんなに突っ込まれるのはしょうがねえかなと俺は思うけど、そう、まあ俺はね別に場所変わる、スルーする人がいい、大丈夫大丈夫、ルイジ許可、ありがとうございます、ありがとうございます、うるせえ、ありがとうございます、お前も髪型出してから言え、ありがとうございます、顔は突っ込まないよ、首を突っ込む、うん、首、そう、首を突っ込む、うん、ボヨンボヨンになるから、まあ癖なんだろうけど、こうする、もうこう、お前がお前がになってるからね。エミ太郎の言い分正しいな、エミ太郎の言い分、なんか言ったっけ、全然わかんない、俺じゃなくて、俺の言い分じゃなくて、だからね、まあ、俺はねいつももうね、せいちゃんは自分こそさ人の話とか突っ込んできたりさ、この間なんてさね、あのあれでしょ、なんかなんとかドットコムとかドットキングとかなんとかわかんないやつ引き連れてさ喧嘩しに来たじゃん。YouTuber じゃないよ、ドットコムってドットキングだっけ、なんか下でさ呼び出されて喧嘩してさね、全然関係ない話に首突っ込んでさ煽ってさ喧嘩炎上させて5000人ぐらい集めてたじゃん。だから、まあ自分の件でね、自分がそうやってやってたんだからしょうがないでしょと思うけど、ありがとう、キラコメ。でもせいちゃんはね、終わった話じゃんって言ったらさ、ごめんね、464NG ワード引っかかってる、ごめん、ね、終わった話じゃんって言ったらね、せいちゃんの話は今ね、現在一番熱い話だから、それをみんなに言われてしゃあないよねっていう、あ、コムドットか、ドットコムじゃない。でもせいちゃんはね、面白くそれを変えてね、楽しくできる人だと思うよ。明日りゅうやくん来るっぽい、チキンナゲットマスタードソース、もしりゅうやが来るんだったら俺だって呼ぶからね、誰か。絶対嫌だ、うちはあの、ハーレムがいいでしょ、俺もハーレムがいい、嫌だ嫌だね、じゃあだって今前、昨日ハーレムしたんでしょ、どういうこと、バーしてねえ、3時間してないよ、だから明日はエミのハーレム、ピータありがとう、今日何時まで、12時まで配信する、10個ありがとうございます、ハーレムがいい、してないよ、したやん、してないよ、俺は読んでないから、でもおったんやろ、あ、おやすみなさい、女がおったんやろって、いないって、いないって、これでもう五分五分にして、いや五分五分じゃないよ、そう、女がおったって、だから嘘と、キャバ嬢がいねえよ、2人ぐらい、いねえよ、それで1時間で帰ってくるって言ったのに、3時間も地下だから電波悪いとか言ってさ、やっぱいわ、でその後チンコ立たんかったけんね、いやいや立ったから、っていうか立ってないから、いつも怪しいんだよね、3時間やばいね、何ができる、3時間で何ができる、だってさね、あのさ、まず30分は遅刻してったんだよ、行く時にエミリの髪の毛をやるために、でね、そうそう、給食ちゃんのね、あのあれ突にも行ったでしょ、エミ勘鋭いからね、どこのパジャマ GU です、着心地いいよね、サラ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 で気持ちいい、キスまでマーキングしてこう、私がされてんだわ、3時間、ありがとうございます、あ、
優勝。ありがとうございます。ありがとうございます。許さないから。ルイージュの髪型変って言ったら絶対許さないから。根に持ってるわ。そう、レディース着てる。お尻パンパン。優しいよね、ルイージさんね。酔っ払ってきた。なんでや。左手見えてる。ツンツレてるんだから。ルイージには投げないよ。いいの。ありがとうございます。ありがとう。すいませんでした。すいませんでした。どんどんディスってください。あ、この方か。ずっと、え、欲しくないの？って昨日ずっと言ってた。すいませんでした。調子ので昨日はありがとうございました。応援していただき、すごくたくさん。最高。なんか今日アンチ少ない気がする。わ、もう割とね。まあでもラスト30分だね。パジャマ可愛い、全身見せてて、ほら、エミリーの方が可愛いよね、多分。俺は俺の方が可愛い。ノーブラだからね。こんな感じで。僕もね、あのノーパンだからね、こんな感じで。こんな感じです。そう、ツルツルサテン地っていうのかな。なんかすごい貼ったら破けそう、ほんと。バーンってやったら。バーンってやったら弾け飛びそう。田中とコラボするよ。誰田中って。カトゥーンの田中さん。カトゥーンの田中さん、あれなんだ、バーになってないんだ、ツイキャス。そう、この2色。女物だよね。うん、ずっと買うからね。へえ。いたからってなんか良くなるとは思えないね。山田じゃねそれ。田中じゃなくて。覚えてんねよく。だってエミリの枠にっていうか、いやあれだろ、 DM しただろ、来ただろ。来てない、来てない。あれ、俺 DM 来たってしたらしいよって。なんか来たな。多分来てるよ。で、興味ないから。あれ、なんか言ってたって。誰か来たな。デイジさんが興味ないんだ。硬派な女なんで。バカ。ルンルンじゃなくて、わかんない。切れるのか。もう全然切れるでしょ。 XL 欲しかったけど、今日 GU 行きました。それ見せてあげて、名言言ってほしいよ。それちょっと一回見せていい？これ来てほしい。うん、来てほしい。切るのこれを今、うん、これ見て、エミリが買った服。これやっぱやった。これエミリが今日買った服、 GU で。ヘパリーズとって粒のやつ。粒のやつどこにあるの？あの袋に、ティファールの袋みたいな。ティファール、ティファールの袋、これ。うん、これティファールってなんだかわかんない。ここにティファールっぽい水色なんだけど。ティファニー。ティファニー。ティファニー。ティファールの、ティファニー。で、ティファールが。シュガーさん、ありがとうございます。シュガーさん、シュガーさん、ありがとうございます。イエイ。で、ティファール、ティファニー。ちょっと似てない、ティファール。じゃあさ、ぽよ。で、ね、このピンクのやつ、またこれギャルっぽいよとかって言われちゃうんじゃないかなって言ったら、エミリが言ったのが、へぇ、これ中条あやみが着てる服だからって言ったんだよ。なんで聞いてないんだよ。やっぱりでプレミアムなんだね。これまたどうせディスられんじゃないって言ったらね、これ中条あやみが着てた服だからって。ダサいって言われるのが結構聞くからさ、うん、
ださいって言って、中条あやみが着てた服だから、中条あやみが着てたからポスターで、今田美桜と中条あやみが着てたからって言えばいいかなみたいな。そう、これエミリーが言ったからすごい面白いなと思う。これ中条あやみが着てたから。エミタロラインもね、結構あの OK だよ。 DM くださいね。公開したの？女の、いやマジゲップね、今もう10回ぐらい我慢して口の中でしてるから、偉いでしょ。はいね。うちのこと好き？10 9 8 7 6 5 4 3 2。やめてくれよ、みんなの前でそういうこと言うの。ちょこれ見たいな。もう酒飲めない。明日新宿の方に行くから、その辺に泊めようかなと思って。私も来週 OK、 女の子限定で。皆無って何？全くないってこと。トップサイズなのに、だいたい M とか L とか。これは L、 ごめんなさい。好きなフワッチ配信者は、ゆうのだろ。ゆうのさん、てめえ夢に出てきた。あとヨギママだろ。今日ヨギママ出てきた。あの7時に起きたんだけど、夜の7時に起きる前にヨギママと鬼の格好して、なんかリスナーさんから送られてきたものをこう開封してる配信してた、ヨギママ。俺だってふわっちゃ配信者で可愛いなと思ってたこと、相思相愛だったから。誰？教えない、絶対に。可愛い服たくさん買ってね、少しでも出してください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。可愛い服です、これ。着ようか、そんなカイムとか言うな、これ。え？意外とすごい、そんなパツパツじゃないの、ゆるい。ただちょっとスンピンク可愛いって、シュガーさん、あなたセンスあるね、イエーイ、ありがとうございます。誰？違う、坂口さんじゃない。本当にうざいわ。うちとやろ、そうしそうよ。何？いや、もう飲まない。ね、熱暴走しちゃうかも。あと1時間か。いや、違う、多分みんな誰も知らない、俺誰も言ってないから。マジムカつくわ、うち夢に出てきただけなのに。うち言っただろ、お前好きだってよ。ゆうのさんかっこいいって言っただろ。誰マサルって、え、見たらいじめるな。こっちのセリフだ、いつもいじめられてんだから。ルイージお前年だな、朝と顔が違う、表情筋違うよ、あの眉毛描いてないんだよ、もう寝る寸前なんだから。相思相愛ならその子と付き合いなさいよ。ユーノはイケメンだわな、マジ最低。はい、やきもちいい。ユーノダサくない？坂口美穂のとラブラブ。エミタロのフル服装センス古臭い。
全部読まなくていいよ、一からね。さばけよ、ちゃんと。ほんと、どっちもどっちだな。ルイージ、携帯見せな。ああ、ありがとう。30個ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。夢に出てきたってだけじゃん。俺だって別に、あの、コメントで来ただけだから。これ可愛いから買ってよかった。1位になったら父親の顔さらす。応援とかよ。でもまたあれだぞ、大喧嘩になるぞ。大喧嘩になるぞ。不正理って別に言われても何とも思わないな。カクカクしてきた？熱望。盛り上がってないな。タワークだとこんな漏れないの。眉毛描かせてよ、じゃん、ちょっと。アイラインとか。ダメダメ。10秒さ、電話していい？誰と？なんかさっき、なんか、イキリストさんの件で、またその人？うん、熱望してるか。相談があるんですよ。怪しいってよ、みんな。何が？怪しい、怪しい。その女が？いや、それ本当かみたいな。待って、今あれだよ。いや、アイライン引かないと顔が薄いんだよ。さっきもね、エミリーに見せたんだけど、俺アラブ人になりたいんだよ。アラブの石油王はお前だ。アラブの石油王みたいな顔になりたいんだよ。これ充電しながらだとこれ大丈夫だよ。充電、熱望しないから。これなら、ちょっとあれも大丈夫。もしかしたら、ちょっとあれ開けたい方がいいかもね。寒いけど。これ上に着ようかな。10秒いい？電話してみて、聞いてみて。今この場で？うん。うん、無理だろう、なんか。え、嘘だろ。電話出ないじゃん。可愛くない？みんなも買ってみて。1900円、中条あゆみが着てるやつ。ちょっと思ったより可愛いね。ちょっと俺見た瞬間はね、あ、これやべえ、ドッキュンになりそうだなと思ったけど、似合うね。あ、電話かってきた。ほんで、ピンクのピアスを。あ、もしもし、うん、エミタロちゃんも買ってんの？うん、エミタロちゃん隣にいるけど、何？エミタロに話聞かれたくないの？うん、うん、しかも配信してるよ。うん、大丈夫、大丈夫なの？ずっと、うん、さっきもウィータンとこ、ウィータン来て、うん、帰れって送ってたの、私たち。ああ、で、私のあれは、あの、ルイジさんにお願いしたかったのは、うん、まあ、あの、ルイジさんと直接連絡取れなかったから、エミタル経由で、うん、あの、行きたかったんだけど、うん、あの、エミタロちゃんとこにずっと連絡ってか、アイテム投げたりとか、ちっちゃいアイテムなんだけど、うんうん、してたりとか DM とかしてて、うん、さっきの、マーミちゃんって子ですよ、はい、マミチか、マミチ、うん、あ、エミタロちゃんに一回かもって戻っていい？今聞いてるよ、聞いてるよ。喋りたい。あ、もしもし。あ、エミタロちゃん。はい、エミタロです。この間ごめんね、なんか死にたいとかって。ああ、いい。あ、やっぱマミッちゃんだ。あ、マミッちゃん、はいはい。ずっと応援して、うわ、めっちゃ嬉しい。うちも嬉しい。ね、エミタロに死にたいって相談したの。いや、エミタロより私ずっと上なんだよ、私。年がですか？うん。あ、そうなんですね。ずっと上なの。うん、全然タメ口でいいよ。わかった。う
お友達だから、うん、お友達になりたいかな。やった、友達できた。エミタロみたいな人生みたいなの送ってて、でエミタロが私間違って本当に死にたいって送った時に、うん、エミタロが返してくれた言葉とかあったでしょ。あ、そうだね、うん、うん、で私ごめん間違ったって思ったって、うん、覚えてる、うん、うん、覚えてる？覚えてる、もちろん、うん、それで本当にそれ間違って送ってしまって、うん、それはそう思った返事で、それでなんかこうエミタロになんかこうなんだろう、間違って送ってしまって、エミタロさんも多分きっとそういう気持ち、うんうん、持ったりだとかそういうのもあると思うし、うん、私も本当に同じような人生歩んでるのよ、うん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 、でもエミタロさんはお母さんとかお姉ちゃんとかまだね、うん、救いがあるでしょ、うんうん、私本当にそういうのも何にもなくなってしまったの、うんうんうん、で今配信をしていて、うん、ごめんねみたろちゃんも飲んでてさ、うん、楽しいところさ、ね、ごめんね、全然大丈夫、こんな、うん、なんだろう、大変な思いしててさ、うんうん、本当になんかエミタロちゃんの小さな言葉にさ、うん、エミタロちゃんが時々言う、言えないね、時々言うんだよ息子ちゃんかな、そうかわいい、エミタロちゃんがさ、うんうん、女はアンチだよって、でも、うん、自分のねって気持ちを分かる人とか、本当に苦しい人の気持ちが、うん、は私は寄り添えるって、うん、今日の配信かなんかで言ったんだよね、うん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 、うん、エミタロちゃん酔っ払っちゃったから忘れちゃったかもしれないけど、あ、でもそれはそう思ってる、うん、人の痛みとかが分かる、うんうん、私本当にエミタロちゃんにもう自分をさらけ出してもいいぐらい、もうめっちゃ傷とかもすごいしあ、そうなんだ、で、うん、そう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 、で私さ、ほらエミタロちゃんがね、うん、きっと私の中ではだよ、勝手に言ったよ、ごめんね、うん、ルイジさんのことを本当に好きなんだろうなって感じたのよ、うん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 、リスナーさんとかには分からない、うん、台本とかでは分からない、うんうん、あれがあるんだろうなって私は思ってたのね、うん、正解ずっと見ててでそういう時は私コメントしないのね、うんうんうん、でさっきもウィーちゃん来た時はもうずっと帰る帰るしかウィーちゃんには送ってないし、あ、送るっていうのはコメントで、うん、あーね、帰れってしか送ってないよ私はウィーちゃんに、うん、帰れってしか送ってないし、うん、でエミタロウにはエミタロウが一番エミタロウはね一番だよってありがとうしか送ってないし、うん、でもあの時にほら、まあ、バタバタしてたからねえ、みたろもあっちもあっちの、ね、カメラ見たりこっちのカメラ見たりで大変なのと思うんですけど、めっちゃ見てくれとるわ、うん、どうしたらいいかわからんかった、すごい本当気持ちめっちゃわかんので私も本当に一般庶民なんだけど、うんうん、でもな、なんかさこっちの仙台ヒノピーだでしょ、ヒノピーって一回さリアトツしたでしょ、あ、たこ焼きのとか、うんかな、うんうん、あれもさやっぱりさかそってる時にうちに来たのよたまたま、え、家にですか、私もシングルマザーで、はい、ん、家に、そう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 、そうサメとかあるから、うん、私エミタロと逆にさルイージじゃなくてエミタロと逆に LINE 交換したかったんだよねこの後できるかな、あ、できるできる、全然できる、うん、話しやすいし、ね、うん、話しやすい、話しやすいよ、うん、本当にお姉ちゃんだと思ってほしいと私は思ってるし、じゃあお姉ちゃん一号にする、うん、私仙台なんだけどあのね、うん、今、うん、一番欲しいものがあって、うん、あのね、ディオールの、なんでたかるんだよ、あのね、うん、ミスディオールっていう香水が一番欲しいんだよね、スリルじゃダメなの、あのミスディオールがいいの、ミスディオールが高めだよ、だから
いくらかもわかんないけど、あの姫香ちゃんっていうリスナーさんにサンプルのがね、あれさもらって、うん、あのサンプルなの？そうそう、でめっちゃ甘くていい香りだから、それが一番欲しいなっていう話。